オプスチンポじゃないな。
コスモス。 ビルキスのスピードなら殺すか殺されるならやることは決まってる。私は生きる、殺して生きる。だったらぶっ壊してやるわ、こんなムカつく世界全部。ビルキスのスピードなら 殺すか殺されるならやることは決まってる。私は生きる。 We'll be right back.
ネクネクこんばんは。こんばんは、ジーレコ来てるやん。しばらく先生は画面の、だすごいな。こちらディオ、攻撃を開始する。貴様の相手は俺だ、アルフリード・ガラント。タイミングを合わせろ、アオバ。アクセプション。こちらディオ、攻撃を開始する。貴様の相手は俺だ。シグナスも前に出るよ。ネクター砲撃て。ネクターカーテン展開。シグナスも前に出るよ。ネクター砲撃て。ネクターカーテン展開。シグナスも前に出るよ。
撃ち落としてやる！これまで以上に機体の性能を引き出す必要がある。不用意だったな。連合の新型はハリボテのようだな。ゾギリアの誇りを見せる。距離を保てば、ゾギリアの好きにはさせん。連合の新型はハリボテ。30分延長しました。俺の最大の任務、ゾギリアを叩くことだ。邪魔をするな。ネクターカーテンの展開が間に合ったか。どうも彼らはシグナスが。そこだ。機体の反応は悪くない。俺の最大の任務、これで決める。遊んでいる時間はない。連合の新型は化け物か。どっかで聞いたセリフ。やってやるぞ。
予測通りだな。俺の最大撃ち落とす。とにかく、何とかして見せないと。コネクティブディオ！アクセプション！誰だか知らないが、こちらに合わせろ！と、そんなこと言われても！おとなしく従え！
攻撃目標を確認。バリアンサー隊展開。交代しますか艦長。攻撃目標を確認。ゾギリアの連中は本当にしつこいね。ネクター砲発射。発射。少しのミスも許されない状況か。
俺、普通の高校生なんだぞ。やるしかないんだ。
しようがしまいが関係ないわ。ゾギリアの連中は本当にしつこいね。ここはバリアンサー隊に任せよう。バリアンサー隊発進。バリアンサー隊はシグナスの前へ。了解、各機フォーメーション。リオたちばかりにいい格好はさせない。ネクター砲発射。まぐれあたりごときで。この位置な。対括弧2機。あんた一人でジンなのか。地の果てまで追い詰める。集中を切らした隙を狙われたか。ビゾンジェラフィ、攻撃を開始する。連合の新型はここで仕留める。ヒナ、一人では危険だ。ビゾンジェラフィ、攻撃を開始する。
INFOエサネ30分延長しました。
BGM が STET の渡るは88年の初代枠か、ちょっと前やな。ちょっと。
ごちそうさま。リトライ稼ぎだと熟練度もらえないんすね。そうすね、どれか1話を放棄するしか。
れが俺の役目なら、コネクティブディオアクセプション。俺の指示に従え。やるぞ、やるんだ。これで決める。これが連合の新型の力か。草女子に人気ありそう。これは腐った人たち向けっすね。カップリングカット直球だもんな。せーの、サイバスター補給ついてる。今回はパーツつけば全員できる。もっといい機体さえ与えられる。なるほど、レベル上げに便利ですね。甘く見るなよ。あっちゃー、今日はとことんアンラッキー。各部のセンサーが悲鳴を上げている。容赦はしない。わざわざコーディスターや昔に忘れ必要はなくなったんですね。アリアンサー以上の兵器なのか。この子ミオみたいな伸びっすね。you
唐突すぎる。あまりちゃんどっかの雷電や高笑いしながら子供蹴り飛ばすようなやつことびしてない。こっちに気づいたにゃ。へん、おいでなすってな。行くぜ。行くぞ。アカシックレコードサーズチェンジ。くらえ、アカシックバスター。さえ与えられれば。アンジュ君が ISIS にいそうな見た目してんな。ナナ様の歌か。
クリリンもできるなんじゃ。オドをその身に感じ、自らの魔力と一つにする。一転、テンペスタ。この俺が任務を失敗するとは。
INFOA3 で30分延長しました。しゃぶってくれ地の果てまで追い詰める。相手の勢いに飲まれたら負ける。空中の機動性ならバリアンサーに分がある。
消えろ、ゾギリアの敵。ビルキスが落ちろ。ヒナの代わりに。3割。ヒナリャさん勝利、攻撃を開始します。消えろ、ゾギリアの敵。下がって、ヴィゾン。ヒナリャさん勝利、攻撃を開始します。俺もやらなきゃならないんだ。コネクティブディオン、アクセプション。やるぞディオン。遅れるなよアオバ。そっちこそな。ドキー、ここまでとは。俺だよ俺。
10歩10歩。ネクネクオプスオプス。
かっこいい。F91 とは珍しい。F91 ガンダムは C ブック可能でいきます。なんとこいつは強力すぎる。もっとだ、もっと来い。 F91 ガンダムは C ブック可能でいきます。まだ最大起動できないパターンかなみたいね。声が聞けない悲しさ。私はセシリー・フェアチャイルドだから。VT のヴァルキリーだったのか。仮面を外さないあなたに相手を厭う余裕はないから。仮面をつけなければ何もできない男性、それが世直しを言うなんて。私はセシリー・フェアチャイルドだから。仮面を外さないあなたに相手を厭う余裕はないから。 F91 での参戦はアルファ以来なのかな。髪が短い。ニルハも機体だけ入る。ニルハだと聞いてるやしな。
機械人形なんかに負けるか。かわすんじゃなくぶつかる。なんと乗っていない操り人形なんかに。30分延長しました。やみくもに動けばいいってもんじゃない。機械人形なんかに負けるか。この蝶のプレイデータはゴーニを1機だけ集中的に改造した上、スキルプログラムを蝶にしか使わないなんて。恐れ入ったか、旋風じまいと。なぜこんな偏った育成をする。俺が生まれながらのハンターだからだ。俺が確実に獲物を狩るためにも、俺だけに全ての資金、資材をつぎ込めばいい。ならば俺が教えてやる。勝利は仲間と共に掴むものだということを。見ているかプレイヤー。そういうわけで俺たちの戦いは今から機会があったらみんなのプレイスタイルも教えてほしいな。ちょっと出かける。